こんにちは、のりたろうです。本日の動画はコインイコール愛という少しぶっ飛んだタイトルなんですが、なんだかただのコインラブですみたいなお話だと思った方は残念ながら大間違いです。これは人々がなぜ2000年以上前に通貨というものを生み出して、なぜ現在に至るまでこういった形で、貨幣として残っていて、今もちゃんと100円というお金として使える、こういう形で残り続けているのかと、その答えが宇宙の創造の話とつながったという少しぶっ飛んだ話なんですが、それなりに根拠がありまして、それをちょっと論理立ててご説明しますので、ぜひ私の動画を見てくださっている方にですね、ある意味、審判していただきたいということで作った動画になります。まず予備知識としてぜひ見ていただきたい動画が2つあります。まず1つ目が梶にいこと梶正和さんの、メンバー限定の動画になるんですが、アンティークコインプレミアがつく秘密の法則という動画になります。これはメンバー限定なので、私がちょっと詳しく動画の中で話してしまうことはできないんですが、コインの核心部分をお話しなさっています。ただ私が常日頃梶さんの動画を見て疑問に思ったことが、梶さんがいつも愛について語ってくださっているのに、なぜアンティークコインとか、要はお金の話もされるのかなというところでした。愛とお金っていうのはどういう関係なのか、世間一般論で言えばむしろ結構対極にあるものじゃないかなと思ったりもしたわけです。でよく言うのは、愛はお金では買えないよとか、お金よりも大切なものは愛でしょみたいな、そういうことなんですけど、ただ梶さんの動画を見ている方ならわかると思いますが、梶兄がよく言っている愛情エネルギーをこう上げるとお金が降ってくるというような話には矛盾がないなっていうのは感じていました。ただ論理的に私のこの浅はかな左脳で、考えがつながらなかったというだけのことなんですけど、でもう一つ見ていただきたい動画があるんですが、こちらも私がとても大好きなトゥーランド Vlog さんという、お三方なんですけどが作られているこの動画です。宇宙のあらゆる疑問を解き明かす神との対話と、どちらも概要欄にリンク貼っておきますので、カジニの動画はメンバーしか見れないんですが、メンバーになって見るだけの価値はあると思いますので、ぜひ見ていただきたいんですが、トゥーランド Vlog さんっていうのはですね、知らない方もいらっしゃるかもしれないので、私よりも全然めちゃめちゃ人気 YouTuber なんですけど、いつも日本の神話のお話とかですね、縄文時代のお話など、特に古代の、日本とか世界の歴史を専門的にお話しされてまして、めちゃくちゃ面白いので、全部おすすめなんですが、たまに今回のような本の紹介もされておりまして、この回はめちゃくちゃ言ってしまえばスピリチュアルなお話で、筆者が神と対話するというようなお話なんですが、その中で神という存在が語られている宇宙創造の話っていうのが真理をつきすぎてるなと思いまして、びっくりしてしまいまして、そこの話と梶さんのコインの核心部分の話が私の頭の中でこうバチッとつながってしまったというバカみたいな話が今回の話なんですけど、多分この両方の動画ちょっと見てもらえればわかると思うんですけど、この両方の動画の話を聞いてもどこがどうなってつながるのかなっていうことになりそうなんですが、まずはぜひちょっとこの2つの動画見ていただきたいです。でちなみに梶さんもトゥーランド Vlog さんも、私もなんですが、
まあ、トゥランドブリュームさんは公言しているわけじゃないんですけど、おそらく皆さん何かの宗教に属していたりってことはないので、どの宗教の方でも見ていただいて問題ないと思いますけど、まあ、むしろその宗教関係者のポジションからすると逆にいろいろ不都合なことがあるかもしれないんですが、まあ、多くの宗教家の方がおっしゃっているように、私も個人的には真理っていうのはもう原理原則なので、まあ、宗教も宗派も垣根はないと思ってまして、まあ、キリストもブッダも結局同じこと言ってるということもしばしば感じますし、むしろ垣根はただの利権なのかなっていうのが私の考えです。で、まあちょっと話がだいぶそれましたが、このトゥーランド・ヴィロムさんの神との対話で語られている宇宙創造の話に戻ります。この話ではその神という存在がさらっと答えてるんですが、神が宇宙を創造した際に生み出したのが不安と愛の2つで、それがそのまま人間の行動の動機になっているという話です。で、ここでと思ったのが、やっぱりマーケティングの理論でもよく語られることで、人間の行動パターンはマーケティングの場合は不安を煽るか心地よさを訴えるか、この2パターンしかないという話とも通じるかなと思います。要はこれを買わないとまずいと思い込ませるか、これを買ったら儲かったりいいことがいっぱいあるよというような高揚感を植え付けるか、この2択ということです。世の中の通販番組などを見たら露骨にどっちかに触れてるので分かりやすいと思いますが、この不安と愛でなんでコインなんじゃいとい う一体何のこと言ってんねんとなるかもしれないんですが、私が、まあ、今でもそうなんですが、初めてコインを買った時のに感じたことが絶対的な安心感のようなものを感じたんです。で、それを伝えたくてこんな動画をいろいろとやっていたわけなんですが、そういうコインを買ったことがない方でも、例えばこういった、まあ、普通の1万円札ですね、これならわかると思いますが、これがあるとあと何日おいしいものが食べれるとか、あのローン払えるとか、お金が安心感を生み出してくれてるということが少しわかるかなと思います。まあ、逆にお金がないと不安になるっていう方がよくわかるかもしれませんが、まあ、本当はその感情はこれは関係なくて自分で生み出している幻想なんですけど、まあ、それはまあ置いといて、現代社会では一応全世界で通じる、まあ、これが安心感を与えるみたいな一般常識みたいな感じで、お金にはそういう価値が与えられているというわけで、その安心感がめちゃくちゃ強いのがこの金とか銀でできたコインになるのかなと思います。これはやっぱりちょっと持った人がしかわからないんでと思うんですけど、おそらくこの金とか銀の物質そのものに安心感を与える、まあ、梶さん的に言うところの量子力学的な波動みたいなものがそもそもこの物質にあって、それに加えてお金という機能による安心感もさらにプラスされて、めちゃくちゃ安心感が生まれるのかなと思いますが、ここでさっきの宇宙創造の話を思い出してほしいんです。神が宇宙を創造した際に生み出したのが不安と愛で、それがそのまま人間の行動の動機になっているという話でしたね。なんだか話が重なると思いませんか？そうです、お金やコインがあると満たされてないと不安になると、こっちの方が分かりやすいかもしれないですけど、あると満たされてないと不安になるということは、まさにこのコインの存在自体が愛そのものっていうのを具現化した形にしたものと言えると思いませんか？
つまり私たち人類の祖先は誰かに感謝の気持ちを、愛を伝えたいと考えて、何か、まあ、物を得る対、物とかサービスを得る対価として、それを伝えようと形にしたのが、もともとこの金貨や銀貨の始まりなので、これこそつまりコインイコール愛そのものと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。そしてなぜ金と銀なのかというところも、やはりさっきもお話しましたけど、関係があるのかなと思います。それこそオリンピックの金メダル、銀メダル、銅メダル、1位が金で2位が銀、3位が銅という厳格な順位付けにも現れていると思いますし、もっと言えば市場原理で動いているこのコインの価値に関しても、同じくやはり金貨が一番重さに対して高くなって、ついで銀貨、まあ逆転している場合もあるんですけど、総じてやっぱり金貨銀貨銅貨という順位になっているのはなぜかということです。つまり物質的に愛の波動が強いのが金で、次に銀で、続いて銅という順序だからじゃないのかというのが、私の今回の導き出したもう一つの仮説です。その一つの根拠として、一番大切な人に愛を伝えたいときに何を送るのかというと、現に皆様金の指輪でプロポーズをしたりしますよね。で、皆様自然と愛を伝えるには金が一番いいと思ってるっていうことなんじゃないでしょうか。つまり物質的に一番愛の波動が強いのが金で、つい加えてコインにはお金という感情とか愛の受け渡しシステムの機能、これがプラスされているということです。で、お金の役割が持っている愛プラス金や銀自体の愛の波動の相乗効果がこのコインじゃないかということです。で、そしてさらに古くなればなるほど、いろいろな人の手に渡って、それでこれなんかもう2000何百年経っているのにこんなに綺麗なわけです。それだけ古いのにこれだけ綺麗な状態ということは、それだけこのコインが大切にされてきたということであって、そこにさらにこのコインに対する愛の波動を持っていた人がずっと大事に綺麗に保管してきたという、愛の波動がプラスされているという、とんでもない愛の塊、愛の形っていうのがこのコインじゃないかということです。だから綺麗で古いコインがやっぱり価値が高くなりますし、ドラマがあればそれほど、それもプラスされて価値が高まると、だから人々が自然と求めてしまうものになるんじゃないかなということです。で、私的にはプロポーズの時に金貨が一番愛が伝わるんじゃないかと思ってしまいますが、まあ、プロポーズで金貨はちょっと愛が強すぎるかもしれないですね、あの一方的にね、という、まあ、お約束のポジショントークみたいなことになってしまいましたが、ただまだこれを手にした時の絶対的な安心感、まあ、つまりコインから伝わってくる愛っていうのを体感したことがない方は、ぜひ一度体感していただきたいです。私なんかやっぱりこう見ながらニヤニヤしてしまうんですけど、銀貨も本当に綺麗で良いと思いますし、特にアンティークの銀貨の場合はもうこれ多分動画じゃ伝わらないんですけど、奇跡のようなこの虹色トーンなんかも現れることもあって、もしかしたらこのコインに対する愛が一つ形として銀貨の場合現れやすいのかもしれないということですね。なので金貨でも銀貨でもどちらでも良いので、
度購入されて一度手に取っていただけると、私の今回のお話が体感としてわかるんじゃないかと思いますので、まあ、ぜひ騙されたと思って一度手に取ってみてはいかがでしょうか。ただやはりコインにどれだけの価値があるのか不安だと、で相続の際に間違って地金の価格で売ってほしくないなという方向けには、まあ、その時点で出ている相場価格っていうのがわかる CRI コインカードというものを作ってますので、概要欄の私のショップのリンクからチェックしてみてくださいということで、コインは愛そのものだったんですねということで、今回のお話は以上となります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。いつも動画を見てくださっている皆様、本当にいつもありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。コインは愛です。ご視聴ありがとうございました。